山田鈴は日本の女優、歌手。本名は山田光。愛称はベルさん。戦前から戦後にかけて活躍した昭和期を代表する映画女優の一人である。時代劇映画の娘役を経て、溝口健治監督の祇園の姉妹で地位を確立。以来、優れた演技力で数多くの名作に出演した。1960年代以降は、 舞台女優として活動し、水谷彩子、杉村春子と共に三大女優と呼ばれた。また、テレビドラマ、必殺シリーズでは、女仕事人役を演じて人気を得た。2000年に女優として、初めての文化勲章を受賞した。これまでに、月田一郎、滝村和夫、加藤吉美、下本勤との結婚歴がある。女優の佐賀道子は、 月田との間に生まれた娘である。1917年2月5日、大阪府大阪市南区千年町に生まれる。父の山田九州男は、新派俳優で、母の律は、北新地の売れっ子芸者だった。山田はその母の命で、数え年で6歳の時から時わず、長唄、清本、日本舞踊の稽古を始めた。1924年、 関西に出稽古に来ていた三世、清本梅吉について、本格的に清本を習い始める。1925年、父が整備団に参加するため一家で上京して、日本橋浜町の旅館に住み、旧小小学校に入学するが、人気の落ち込んでいた父が仲間を集めて、満州へ巡業に行ってしまい、旅館住まいが困難になったため、本郷区近所町の高市屋の裏棚に移住する。 その後、長田町に二回借りし、母と共に、清本梅吉のうち弟子となった。九百二十七年、師匠から、清本梅道の名をもらい、母子揃って、名取となる。あと、母と宝塚に移り住み、清本の師匠をやって、生計を立てた。九百三十年、父が、日活渦正撮影所所長の池永博久を、知っていた縁で、同撮影所に、 月給100円という幹部女優並みの待遇で入社。芸名は、伊勢神宮の伊鈴川にちなんで、山田伊鈴と決まり、同年に、県を越えて、で、大河内伝次郎の相手役としてデビューした。続いて、池田と宮監督のオールスター特作、原の区海巨大中心蔵天天の巻、地道の巻に、新人としては、異例の大抜擢で出演した。 デビュー1年目の同年だけで15本の作品に出演し、その後も伊藤大輔監督の俗王家生団画像解決編、内田富監督のあだ内選手、伊藤万作監督の国志武双、武道大官、山中貞夫監督の万学の衣装など一流の監督作品に立て続けに出演。可憐なヒロイン役で人気を集め、日活時代劇のトップ女優となった。 1934年9月、日活を退社した長田正一が第一映画社を設立し、伊藤、溝口健二、鈴木伝明らと共に同社に参加する。溝の口監督のマリアのおゆき、折り鶴汚染に主演するが、校舎の撮影中に同社に移籍した月田一郎の子を見ごもり、翌1935年3月1日に美和子を出産した。月田と結婚し、 出産を機に女優を廃業しようと考えていたが、溝口監督の何は日か、祇園の姉妹に主演すると、その演技が高く評価され、生涯女優をやることを決意した。同年、第一映画が解散し、新興キネマ京都渦政撮影所に付きだとともに、移籍した。1938年6月、東宝映画に入社。同社第一作は、川口松太郎原作。 成瀬美希夫監督の、鶴八鶴二郎で、長谷川和夫と三味線引千匹の夫婦に噴し、気圧強く情には脆い女芸人気質を講演した。それ以来、ヘビ姫様、昨日消えた男、不敬図などで長谷川とコンビを組んだ。その他、新編、丹下佐前シリーズでは、丹下佐前役の大河内の相手役を演じ、渡辺邦夫監督の、新妻鏡、成瀬監督の、 上海の月ではヒロインを演じた。スターとして揺るぎない地位を占めたが、夫の月田は役に恵まれず、夫婦の収入に差が生じるようになり、夫婦仲も次第に亀裂が入る。1940年には別居し、娘の美和子は月だけが引き取った。1942年に月田と離婚し、映画制作者の滝村和夫と結婚するが、1年余りで離婚した。 1942年、長谷川と共に深淵下座を結成。3月に、東京宝塚劇場で、菊田和夫作、ハワイの万象、川口作、お島千太郎で旗揚げして以降、稲野勘太郎、姿、三四郎などの舞台に立ち、太平洋戦争末期には、軍の遺門にも回った。翌1943年、花屋翔太郎主演の、歌案 d に出演するが、 この共演を機に下流と恋愛関係に陥った。花焼小菊と1946年、豊田白監督の檜ノ舞台が戦後第一作となり、戦中の芝居道以来共演のなかった長谷川とコンビを復活した。ついで、絹笠亭之介監督のある夜の殿様に出演し、同時に絹笠とも恋愛関係を結んだ。同年10月、 第二次東方葬儀が発生。ス都トに反対する大川地に同調して、長谷川、高峰秀子、藤田進、黒川八太郎、入江高子、原節子、山根久子、花井蘭子ともに10人の旗の会を結成して、日本映画演劇労働組合参加の東方従業員組合を脱退。これが元で、翌1947年3月に、 新東宝映画製作所が創立された。しかし、すぐに、その脱退組を離れて、フリーとなり、制作が再開された東方で、木ヌガ坂監督の女優に、松井様子役で主演した。この頃、妻子ある木ヌガサと共同に新居を建て、同棲生活をしている。1950年、同年公開の、影帽子で共演した、加藤芳美と結婚。 共産党員だった加藤の影響で思想的に左旋回し同年に非永遠に加入。人民女優とのレッテルを貼られ、レッドパージュの対象にもなった。1952年、加藤と共に現代俳優協会を設立。この頃は、亀井文雄監督の母なれば女なれば女一人大地を行く、関川秀夫監督の広島など、 独立プロ系の監督作に多く出演した。その間、娘の佐賀美智子が東映に入社し、母子が再会する。しかし、佐賀は自分を捨てた山田を憎み撮影所であった時も、母のことを山田さんと呼んでいたとされる。そのわだかまりは、佐賀が山田より先に死を迎える。その日までついに消えなかった。1954年2月。 加藤と家庭と仕事の不成立を理由に競技離婚。その直後に、下本つとむと結婚するが数年で離婚。その後は、女優として最も充実した時期となり、成瀬監督の流れる、豊田監督の猫と肖像と二人の女、小津安二郎監督の東京母食、黒沢明監督の雲須城、どん底、渋谷美監督の悪女の季節、 モーズ、市川根監督の、ボンチなど、巨匠、中堅問わず幅広い作品に出演。この時期だけで、ブルーリボン賞主演女優賞、女演女優賞を、それぞれ1回、毎日映画コンクール女優主演賞を1回、キネマ順法ベスト10女優賞を2回受賞し、名実ともに、映画界を代表する大女優となった。1959年、第4回進撃合同公演。 関環境に招かれて、滝沢治と共演。その後映画出演の傍ら舞台出演が多くなり、1962年に東方演劇部と専属契約を結んでからは、活動の場は舞台中心へと移る。以後、商業演劇の看板役者となり、杉村春子、水谷八重子と共に、三大女優と呼ばれた。代表作の一つである、タでは、 立花柿津之助を演じ、浮世節を弾き語りして、評判を得た。また、津軽三味線流れ節では、三橋道也と三味線の連れ引きを披露している。その他、高下、花岡青春の妻、淀戸,戸の日記、マナソメ、高尾、太夫さんなど数多くの舞台に立った。1987年には、ファン投票によって主演作10作を選定し、伊須津十首と名付けた。 また、若手の法学家や役者に、三味線やお囃子を発表する会、東方たぬき会を立ち上げ、中村またごろうと共に指導を行っていた。一方、1957年から、テレビドラマにも出演するようになり、大河ドラマ、赤浪市では、大石倉之助の詰まり句を演じた。必殺シリーズは、テレビドラマでの代表作となり、いずれも三味線引きの人物を演じた。 必殺からくり人に始まる、からくり人シリーズでは、花のや、旧吉や泣き武士を艶、必殺仕事人では、音羽を演じた。新、必殺仕事人以降の作品では、三味線のバチを武器にする、女も閉じ目の織子を演じ、当たり役とした。同役では、必殺仕事人 V まで出演し、劇場版2作にも登場した。実に十年間に及んだシリーズ出演のきっかけは、 娘の佐賀道子が必殺必中仕事や家業にゲスト出演した会を視聴し、その映像日に感銘して朝日放送の中川、都市必殺プロデューサーに電話で出演を希望したことというエピソードが中川と山田誠司の協調、広く必殺シリーズの舞台、裏カルト時代劇にかけた男たちに記述されている。1980年頃に京都の自宅を引き払い、 安全が保障されている上にお手伝いさんもいらないという理由で東京帝国ホテルの一室で生活を送っていた。その後も精力的に舞台に出演し、1993年に文化功労者、2000年に女優としては初めての文化勲章を受賞した。2000年に発表されたキネマポーの20世紀の映画スター女優編で日本女優の6位。 同号の読者が選んだ20世紀の映画スター女優では第5位になった。2014年発表のオールタイムベスト日本映画男優女優では日本女優4位となっている。2002年4月に脳梗塞を発症。この年を最後に公の場に姿を見せることはなかったが、信仰のあった松井誠によれば2009年の時点では復帰を目指して、 リハビリに励んでいたという。最後の舞台は2001年に行われた桜の園の朗読会で、最後のテレビ出演は NHK 教育テレビの芸能ゲブ台だった。2012年7月9日午後7時55分、多臓器不全により東京都稲城市内の病院で死去、95歳坊津。改名は宝光林、天遊名津大師、宝の光や、 はるかな天を描く、大なる潤いなどの意味が込められている。葬儀には、生前に、山田を慕っていた俳優らで作る、養子会のメンバーである、市村正地西郷照彦、江野木高明、万田久子をはじめ、塚陽洋子、浜優子、三田吉子、草笛、光子、北王子金也、平三木次郎、中条清池上紀美子、佐久間良子、宇津井健、 八千草香織、朝岡幸寺、藤純子、江波京子、山本陽子、三浦文子、石井福子、中村明子、坂東光五郎、南加穂、沢口康子、など600名が参列した。1958年のロンドン映画祭に、黒沢明が招待され、山田が主演した、雲須城がオープニング上映された。直後に行われたパーティーで、黒沢が、 ローレンス・オリビエ、ビビアン・リー夫妻と会食した際、ビビアンは山田に対して大きな関心を示し、抑制された演技と発狂する場面でのメイキャップについて黒沢に繰り返し質問したという。ニュース映画、日本ニュース戦後編、第91号にて、映画、演劇の入場税引上げに反対する署名運動に参加している姿が映されている。国左は、 片岡智也造。太字の題名は、キネマ旬報ベスト10にランクインした作品に鈴十種、その他の作品。ありがとうございます。